入江家の皆さん、今までありがとうございました。さよなら入江くん。私は皆さんの目の届かないところで生きていきます。どこ行こう。寒い。なら缶コーヒー持つか。入江くん、どうして。別に寝れなかったからちょっと散歩。高い。止めないで。私これ以上入江君に。別に止めてないけど。じゃあさよなら。俺が東大行かなかったから出ていくのかよ。私ってやっぱり入江君の疫病神だと思って、東大だけじゃないセンター試験のことだって聞いたの。A 組の渡辺君に。もしかして私って入江君にとって何かとんでもない人間なのかも。そうかもな。ほんとお前といていいことがあった試しがないもんな。俺のペースがいつもめちゃくちゃにされて、学校では噂立てられるし、勉強教えさせられるし、しまいには受験まで。